ネブラスカ州、ネブラスカ州はアメリカ合衆国の中西部にある州である。州とはリンカーン、最大の都市は州の東端にあるオマハ市。人口39万7人である。州の北はサウスダコタ州に、東側はアイオワ州とミズーリ州に、西側はワイオミング州とコロラド州に、南側はカンザス州に接している。 東側の宗教には、ミズーリ川が流れている。州の大部分は、平坦なグレートプレインズに属しており、西部には、スコッツブラフ、チムニーロックなど巨大な岩がある。アメリカ合衆国を構成する50州の中で唯一、州議会が一員制である。他の49州はすべて両院制。ネブラスカとは、古代、オトーコのブロスジア、発音ニーブラス系、現代。 オトオコブルジ、あるいは、オマハ語の N、ブサスカ、発音ニブラズカから来ているとされており、いずれも州内を流れるプラット川にちなみ、清水を意味している。ネブラスカ州となった地には川沿いを中心に、数千年前から様々な文化を持った先住民族が住んでいた。インディアン部族としては、オマハ族、ミズリア族、ポンカ族、ポーニー族、オトウ族、さらには、 ラコタ族、スー族の様々な氏族が知られている。1804年から1806年にかけて行われたルイス・クラーク探検隊よりもさらに前にフランス系カナダ人の探検家、1739年のマレー兄弟などが現在のニューメキシコ州サンタフェでの交易に向か途中でこの地域を横切った。その後、スペインが地域の領有を宣言していた。 1819年、アメリカ合衆国は、ミズーリ川よりは、西で最初の陸軍拠点として、現在のフォートカルフーンのすぐ東に、アトキンソントリデを設立した。その後西部への移住が進んだので、このトリデは1827年に放棄された。1848年にカリフォルニアゴールドラッシュが起こるまで、による開拓はそれほど広がってはいなかった。 カンザス・ネーブラスカ法が1854年5月28日に法律として制定され、5月30日には北緯40度線を境として、ネブラスカ巡州とカンザス巡州が設立された。ネブラスカ巡州の州とはオマハだった。この時のネブラスカ巡州には、現在のコロラド州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ワイオーミング州及びモンタナ州の部分が含まれていた。 1860年代、アメリカ合衆国政府がインディアンにその土地を活用させ、居留地への移住を強制した後、広大な土地がヨーロッパ人とアメリカ人による農地開発のために開放された。ホームステッド法の下で多くの新しい開拓者が域内に入り、無償の土地の権利を認められた。 プレーリーにはほとんど樹木が自生していなかったので、オマハ族などインディアンが行っていたように初期の農家は、芝戸の家を建てた。移住者の最初の波だけで、就職を申請するだけの人口が集まった。1867年3月1日、合衆国37番目の州として、ネブラスカ州が成立し、州都はオマハから中心部のランカスターに変えられ、ランカスターは、 その2年前に暗殺されたアメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンにちなんでリンカーン氏と改名された。1870年代から1880年代のネブラスカ州は人口が大きく増加した。新しい住人を引きつけるいくつかの要素があった。まず広大なプレーリーは牛の放牧に最適だった。 このことで開拓者が見知らぬ土地の地形になれることができた。第二に、いくつかの農業技術が発明されたことがあった。有刺鉄線、風車、鉄製の隙などが発明され、良好な気候と組み合わされて、最良の農地に変えることができた。1880年代までに、ネブラスカ州の人口は45万人以上にまで、膨れ上がった。アーバーデイの休日は、 ネブラスカ州で始められた。全国アーバーデー基金は現在でも、ネブラスカシティに本部を置いており、リンカーン市にも事務所がある。19世紀後半、グレートマイグレーションの一部として、アメリカ合衆国南部から、ネブラスカ州に多くのアフリカ系アメリカ人が移ってきた。その主要な行き先は、食肉加工、鉄道などの産業で労働者階級の職があった、オマハ市だった。 オマハでは昔から公民権運動を行ってきた歴史があった。黒人はオマハでも他のアメリカ人、特に最近移住してきて、同じ職で競合したヨーロッパ系移民から差別を受けた。1912年、アフリカ系アメリカ人は、市や州での生活条件を改善するために、全米国人地位工場協会のオマハ支部を設立した。その活動は現在も続いている。 1960年代以降、インディアンの活動が増加してきた。その形態は、州や地方政府との同盟関係を構築するための抗議活動があれば、また、部族の制度やインフラを構築するための、ゆるりとした広範な活もある。連邦政府に認知された部族のインディアンは、自治、主権及び認知について、圧力をかけてきている。その文化を保存するためのコミュニティ学校やカレッジ、 大学を創設してきた地域問題では部族の政治家が州や軍の役人とも協業してきた。ネブラスカ州は北部でサウスダコタ州、ミズーリ川を越えて東部でアイオワ州及びミズーリ州、南部でカンザス州、南西部でコロラド州、並びに西部でワイオミング州と隣接している。ネブラスカ州は93軍で構成される。 また、ロッキー山脈の東手前にある、フロンティアストリップと呼ばれる6州の中央にある。州東部は中部時間帯、西部は山岳部時間帯に入り、州内に2つの時間帯がある。3つの大河が州内を東西に横切っている。ノースプラット川とサウスプラット川が合流する。プラット川はその中央を流れ、ナイオブララ川が北部を、デパブリカン川が南部を流れている。 ネブラスカ州は二つの主要な地域、海石氷籠土平原及び大平原、グレートプレーンズからなっている。ネブラスカ州の最東端は氷河期の氷河によって削り取られ、海石氷籠歴土平原は氷河が後退した後に現れた地形である。この海石氷籠歴土平原はなだらかに起伏して続く丘陵地帯であり、オマハ及びリンカーンはこの地帯内に位置している。 グレートプレーンズは、ネブラスカ州西部の大部分を占めており、そこは、肥沃なプレイリードに恵まれる。グレートプレーンズ自身、サンドヒルズ、パインリッジ、レーンウォーターベースン、並びにワイルドキャットヒルズを含む、多数の細かな部分、多様な地域から成り立っている。標高5424フィートのパノラマポイントが、ネブラスカ州の最地点である。 コロラド州とアイオミング州との宗教近くにあり、比較的周りとの標高差が小さいので、名前や標高ほどのものはない。過去のネブラスカ州の観光標語は、西部の起点、ベアザ・ウエスト・ビギンズであったか、これは、など、西部への入り口となった場所があることから選ばれた言葉だった。ネブラスカ州は、太陽と接しておらず、周りの州も同様であり、 またその周りの州も同様という具合に、三重の内陸州である。国立公園局の管理下にある地域は以下の通りである。国立森林局が管轄する地域は以下の通りである。ネブラスカ州は二つの気候区分に分かれ、季節による寒暖差が激しいことで知られる。東部は湿潤大陸性気候、欠片の気候区分 DF であり、西部は亜寒気候、 BSK である。州全体で気温や降水量に季節変動がある。平均気温は州全体で均一に近く、暑い夏と外して冷量な冬が特徴であるが、年間平均降水量は、州南東隅での31.5インチから、西端部の回廊地帯での13.8インチまで、東から西に移るに従って少なくなる。 湿度も東から西に移るとかなり低くなる。降雪量は、州全体でほぼ均一であり、年間25内市35インチである。過去最高気温は1936年7月2日に民電で記録された118。過去最低気温は1899年2月12日に、キャンプクラークで記録されたマイナス47である。ネブラスカ州は、竜巻道に入っている。 地元では、ハリケーンはないがトルネードは、突然来ると言われている。雷雨は春と夏に多く、激しい雷雨と、竜巻は春と夏に起こることが多いが、秋でも起こることがある。ロッキー山脈からの血抜く風が、冬季に、州西部の気温を一時的に和らげることがある。2006年現在、ネブラスカ州の人口は前年より1168人、増加。 2000年より57,066人増加した1768,331人と推計されている。これは65,881人、出生164,71人、死亡94,590人の自然増と、中外への移住による5,233人の人口減少による。アメリカ合衆国外からの移住は26,224人。 合衆国内への移住者は3万1457人。国勢調査局推計による2011年7月1日時点のネブラスカ州人口は184万2641人となっており、2010年国勢調査から0.89%増加した。ネブラスカ州の人口重心はシェルビーがあるポーク群となっている。 ネブラスカ州の人種構成は以下の通りである。2004年時点でネブラスカ州には約8万4千人の外国生まれの住民、人口の4.8%が住んでいる。チェコ系アメリカ人とヒモルモンデンマーク系アメリカ人の構成比は国内でも最大である。州内の大半、特に東部の軍ではドイツ系アメリカ人が最大の民族集団である。 サーストン軍は、オマハ族とウィネバゴ族の居留地があり、インディアンの人口が過半数となっている。バトラー軍は、チェコ系アメリカ人が最大構成比となっていることでは、国内に2つしかない軍の1つである。ネブラスカ州の都市の89%が人口3000人未満である。中西部のカンザス州、オクラホマ州、南北ダコタ州及びアイオワ州も同様な傾向にある。 数多い町は人口1000人未満である。田園部人口の減少によって多くの学校は統合を余儀なくされている。93軍のうちの53軍は1990年から2000年の間に人口が減っており、その減少率は0.06%のフロンティア軍から17.04%のヒッチコック軍まである。都市部はかなり成長している。 2000年のオマハ市人口は39万7人、エルクホーン市を併合した後の2005年推計は42万7872人と6.3%増加していた。ただし2010年国勢調査では40万8958人と減少した。リンカーン市の場合、2000年で225,581人。 2010年で258,379と14.5%成長した。ネブラスカ州住民の信じる州派による構成比は以下の通りである。日本家族は1877年にインディアン移住法によってオクラホマ州へ徒歩で強制移住させられ、1、3の部族員が死んだ。これに対し、マチュナーザー。 スタンディング・ベア州長らがネブラスへ逃亡し、逮捕された。マチュナーザーは、オマハ族と共に、インディアン強制移住の意見提訴を行い、1879年に、インディアン部族に対する強制移住違法の最高裁判決を勝ち取った。こうして、以後、ポンパ族は、同州とオクラホマ州の二部族に分断されることとなった。この最高裁判決は、初めて、 インディアンは人間であると文言に明記された歴史的な合衆国判決である。つまり、それ以前のアメリカ合衆国では、インディアンは法的に人間ではなかったのでる。こうして同州に帰ることのできた北部、ポン家族であるが、限界集落化し、1950年代から始まったインディアン絶滅政策の中で、1962年に、 認定を取り消され最後の絶滅部族の一つとなってしまった。アメリカ連邦政府の公認解除によって、連邦条約上の権利はすべて剥奪され、保留地も保留を解消され没収された。その後、粘り強い再認定要求によって1990年に再び部族認定され、インディアン部族として復活している。ウィンネバー五族はもともと、 五大湖地方のインディアンであるが、19世紀にこの地に強制移住させられてきた。現在、アメリカ連邦政府が公式認定し、保留地を領有しているインディアン部族は4つ。アメリカ連邦政府によって公認されているインディアン部族。同州では、ウィンネバー語族が、鉄の馬のバーカジノ、サンティス族が、おひやカジノを営業している。ウィンネバー語族は、 林州のアイオワ州でもウィンナベガスカジノを営業している。オマハ族もアイオワ州でカジノマハ1992年開設を営業していたが、州政府のモノイート周辺の白人カジノの競合の煽りを受けた営業不振のため2009年7月1日に営業を停止した。2008年12月、連邦政府は北部 ポン家族のネブラスカとアイオワの宗教にあるカーター・コハンでの部族カジノ開設計画に対して協約違反があるとして不許可裁定を下した。北部ポン家族はこの5エーカー2235平方メートルの土地を1999年に医療施設目的として購入したが2003年に全米インディアンカジノ委員会によってカジノ開設が認められていた。北部 本家族は広告中である。ネブラスカ州には2010年時点で530の都市と村があり、人口に応じて5段階の分類がある。各人口は統計局による2010年国勢調査のものである。グランドアイランド、ヘースティングス及びカーニーの3市は取引を構成しており、合計人口は163,399人となる。 経済分析局は2010年のネブラスカ州の総州生産高が898億米ドルと推計した2004年の一人当たりの収入は合衆国内で25番目に多く3万1339米ドルであったかつて不毛の地の一部とみなされ開拓後にもダストボールによって多くの農地が壊滅したこの州は 現在、代表的な農業州である。ネブラスカ州の住民は、大草原を、牧場や農場に科学的な方法で転換した。ネブラスカ州は広大な農牧地を抱え、牛肉、豚肉、トウモロコシ、大豆の生産で、国内のトップである。他の重要な経済的部門は、貨物輸送、鉄道及び、貨物自動車、製造業、電気通信、情報に、 保険が挙げられる。2012年時点で、ネブラスカ州の失業率は4.3%である。クールエードは1927年に、エドウィン・パーキンスがヘイスティングス市で設立した。同社は毎年8月第2週の週末に、クールエードの日を祝っている。クールエードは、ネブラスカ州の公式飲料である。教材の、クリフスノーツは、 ライジングシティのクリフトン・ヒルガスが開発した。ヒルガスはカナダの出版物、コールズ・ノーツからヒントを得て、その小冊子に応用した。オマハシには世界最大の投資持ち株、ガイシャ・バークシャー・ハサウェイ社がある。その CEO ・オーレン・バフェットは雑誌、フォーブスの2009年長者番付で、ビル・ゲイツに次いで世界第2位になった。オマハシには他にも、 食品のコガグラ、金融のミューチャル・オブ・オマハ、マーケティングのインフォ・ USA、投資の TD、アメルトレード、アウトソーシングのウエスト・コーポレーション、農業機械のバルモント・インダストリーズ、保険のウッド・メン・オブ・ザ・ワールド、キーウィット・コーポレーション、ユニオン・パシフィック・鉄道がある。リンカーン市には、保険のウナファイ、カンパニーズ、出版のサンド・ヒルズ・パブリッシング・カンパニー、ダンカン・アビエーションがある。 医療小売のバックルはカーニー氏を本拠にしている。シドニー氏にはアウトドア商品の専門小売業かベラズの国内本社がある。ノースプラット市にあるユニオンパシフィック鉄道のベイリー奏車場は世界最大の奏車場である。バイスグリップ、ペンチは1924年にウィリアム・ピーターセンが発明し、デイウィットで製造されていたが2008年後半に 工場が閉鎖され、中国に移された。リンカン市にある、川崎モーターズマニュファクチャリングは、ジェットスキー、全地形万能車及び、ミュール製品を製造する、世界唯一の川崎の工場である。1200人以上を雇用している。同社は1974年に、自動二輪の製造を始めており、車両製造では、初の米国進出を果たした外資企業である。 ジャスト・イン・タイムを信条とした日本式のオペレーションは全米放映のテレビで取り上げられたこともあり当時、成功事例として紹介された。サンドヒルズにあるスペードランチはネブラスカ州最古かつ最大の牛肉加工工場である。ネブラスカ州は所得税について累進課税方式を採用している。 所得が0から2400米ドル未満までは2.56%、2400米ドルから17500米ドル未満までは3.57%、17500米ドルから27000未満までは5.12%、27000ドル以上は6.84%となっている。単一の納税者あたり標準控除額は5700米ドルとなっている。 個人の免税額は118米ドルである。消費税は、収税で5.5%である。収税に加えていくつかの都市が、消費税と使用税を課しており、その上限は1.5%である。軍としては、ダコタ軍のみが、消費税を加算している。州内の固定資産は、法によって免除されない限り、課税対象である。1992年以降、 個人の喧価消却資産のみが課税対象であり、その他の個人資産は免税である。相続税は軍単位で徴収される。ネブラスカ州は鉄道が盛んに利用された歴史がある。オマハに本社があるユニオンパシフィック鉄道は1862年太平洋鉄道法成立に続く1862年7月1日に法人化された。 ノースプラットにあるベイリー走車場は世界最大の奏車場である。最初の大陸横断鉄道が州内を通っている。現在でも州内を運行されている鉄道として、アムトラック、BNSF 鉄道、カナディアンパシフィック鉄道、及びアイオワ州間鉄道がある。ネブラスカ州を通る州間高速道路、BR ネブラスカ州を通るアメリカ国道、 BR ネブラスカ州政府は1875年に採択されたネブラスカ州憲法の下で運営されている。行政、立法及び司法の三権分立制である。行政府の主張はネブラスカ州知事であり、現職はピートリケッツである。その他選挙で選ばれる役職として、副知事、県事総長、州勤務長官、州財務官、州監査官がある。 すべて4年間人気である。ネブラスカ州はもともと他州同様に二院制を採用していたが、1934年の州憲法改正によって会員が廃止され、国内唯一の一院制の州となった。この経緯により、州議会議員の職名は、他州や連邦では上院議員を示すセネターである。また、ネブラスカ州議会は非正当性を標榜しており、 議員は政党に所属しないことが建前となっている。他州や連邦では、党別に行われる予備選挙も単一の選挙として行われ、上位2名が本選に進出する。しかしながら、非公式には、各議員が共和党と民主党のいずれかに色分けされている。議長や委員会委員長も、議員全体の中から選ばれるので、どの党からも選ばれる可能性がある。 他の特徴としては、知事の拒否権を覆すのに必要な票数が三五の多数であり、他州で一般的な2、三より少ない点が挙げられる。ネブラスカ州議会は1922年から1932年に建設された三代目の集会議事堂で記事を行っている。バートラム・ジー・グッド・ヒューが設計し、インディアナ州の石灰岩を用いて建設され、その基礎は 正方形に収まっている。この基礎から高さ400フィートのドームが立ち上がっている。高さ19フィートの銅像、農業を表すゴールデンソアが議事堂の頂点に、た、いる。この議事堂は建築上の傑作とみなされ、アメリカ建築学会にも認められてきた。ネブラスカ州の司法制度は一元管理されている。ネブラスカ州最高裁判所は、 州内すべての裁判所に対して管理権限がある。すべてのレベルの判事の選出には水売りプランを用いている。下級裁判所は軍裁判所であり、その上に住人の地区裁判所がある。高訴裁判所は地区裁判所、少年裁判所及び労働者賠償裁判所からの控訴案件を審問する。最高裁判所が最終控訴裁判所である。2008年。 ネブラスカ州最高裁判所は唯一の死刑執行手段とされている電気処刑が州憲法に抵触するという裁定を下した。翌年の州内では実際の死刑判決がなかった。2009年5月、議会は死刑執行手段を薬剤処刑に変更する法案を成立させ、知事の署名によって成立した。ネブラスカ州は死刑執行を行うことが少なく、 21世紀に入ってからは一件も行われていない。過去数十年間で死刑の一時停止あるいは完全な撤廃も検討されてきている。ネブラスカ州から連邦議会上院議員に選出されている二人は2012年時点で共和党、民主党、各一人であり、民主党のベンネルソンは1任0 0人上院議員である。連邦議会下院には3人を選出しており、 2012年時点で共和党が3議席すべてを占有している。大統領選挙の選挙人は別々の候補者に投票することを認められている。これはメイン州と共に2州しかない特例である。1991年の方では選挙人5人のうち2人が州全体の勝者に投票し、残り3人は選挙区、連邦議会下院議員を選ぶ、選挙区に相当で、 最高得票を得た候補者に投票することとされた。ネブラスカ州はその歴史の大半を通じて共和党の固い基盤である。1940年以降の大統領選挙では1964年に民主党のリンドン・ビー・ジョンソンを選んだ以外、すべて共和党候補を選んできた。2004年大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュが 投票数の65.9%を獲得し、対立候補に33%の差をつけ、5人の選挙人すべてを獲得した。インディアンが住民の過半数を占めるサーストン軍のみは民主党のジョン・ケリーを選んだ。2008年の大統領選挙では、共和党のジョン・マケインが、州全体を制して選挙人、票2票と2選挙区を制しさらに2票を獲得したが、おまかしのある。 第2選挙区はバラク・オバマが制し、選挙人、票一票を獲得した。このように選挙人の投票が実際に割れたのは初めてのことだった。ネブラスカ州政界は共和党が牛耳っているが、州や連邦の役職には二大政党の中道派を選んで来た伝統もある。最近では受け化の傾向もあり、現職上院議員のベンネルソンは民主党内で、 最もて敵とみなされている。共和党のマイク・ジョハンズも保守派である。元大統領のジェラルド・フォードはミシガン州住人だが、ネブラスカ州生まれだった。イリノイ州生まれのウィリアム・ジェニングス・ブライアンは、ネブラスカ州から会議員となり、民主党から3度大統領選挙に出馬したが、当選を果たさなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。